ちは、太郎です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は組手の基礎基本ということでやっていきたいと思います。組手なんですけど、もちろんいろいろなやり方があるんですけど、今回は組手の中でも土台となる手取りと通腕についてやっていきたいと思います。でまず手取りなんですけど、手取りは相手が出してきた手に対して手首を取って反対手で肘を引っ掛ける、で相手の横につくというのが基本になっていきます。で手取りからタックルという展開ももちろん起きるんですけど、相手を崩したり組手でコントロールしたりするためには2-on-1とのコンビネーションを使うことが有効的です。 2-on-1 は相手が肩に手を置いてきた時に手首と肘を取り、手取りとは反対の方に動き横につく技術です。 2-on-1 から投げや片足タックルなどいろいろな展開もできますが、大半の相手は自分が相手の横についた時正面に向いてくるという習性があるので、その正面に向いてきた時に最初にやった手取りをします。で手取りをすると相手の反対側に横につくことができるので、相手は正面を向いてこようとします。なので正面を向いてきて手を突っかいてきた時 2-on-1 をします。その組み合わせで 2-on-1 手取り 2-on-1 手取りで自分の組手のリズムや攻撃のパターンを少しずつ作っていくと、いろいろなレパートリーができると思います。今回は組手の中でも一番オーソドックスな手取りと 2-on-1 についてやっていきましたが、それぞれ技術的にも通用するテクニックだと思いますが、この2つを組み合わせることでより大きな効果が期待できると思うので、皆さんぜひやってみてください。動画のご視聴ありがとうございました。グッドボタンやチャンネル登録の方もよろしくお願いします。他にもわからない技や悩みなどありましたらコメント欄の方までよろしくお願いします。バイバイ。